はい、大会の14日前になりました。残り2週間ですね。気合い入れて頑張っていきます。どうも、おしゃれ町研究所の大地です。今回はアイハーブの購入品紹介をしていこうと思います。
お散歩おじさんです。少し夜のお散歩始めます。今回もまたこの減量の動画が一本終わろうとしています。研究員の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今日もねたくさんコメントいただきまして、うちの研究員の方はねポジティブに応援してくれる方が多いので、ね、非常に励みになってます。でまたね、嬉しいニュースとして、まあ、前回はねコロナの影響で、大会を断念したんですが、現状ね、どうやらね前橋の方には行くことができそうです。まだね、12日間あるのでもちろん逆転する可能性はあるんですけど、今のところは、無事に前橋まで行くことができそうなので、それだけはすごくホッとしてます。あとはやるだけっていう感じですね。ただねちょっと情けないことを言うとですね、ここ最近どうやらね体が結構ねきつくなってきたっていうか、もう疲れが抜けないですね。これねちょっと先輩に相談したらね、やっぱね年齢ってのがあるらしいんですよね。40過ぎたら疲れが抜けなくなるってね言われました。やっぱそういうのがね出てきてるんですかね。でよくよく考えたら、僕今年2021年ねほとんど減量してるんですよね。そういったフィットネス大会に、実は3回チャレンジしてまして、2回はコロナの影響で断念してます。で1回は実際に出場してます。なので今回でね実は4回目ってことで、どれも1ヶ月ぐらいの減量期間、一番最初は確かね 2,3 ヶ月ぐらいやってたので、今年ね半分以上減量生活なんですよ。なのでそういう意味では体がねさすがにこう悲鳴を上げ始めてるのかなっていう気はね正直してます。まあ、いろんなサプリメントは飲んでますけどね、まあ、サプリメントはサプリメントなんで、っていうところですかね。まあね今はねこんなこと言ってもねちょっと言い訳になっちゃうんで、言い訳にならないように、まだまだ、頑張ってねやっていくつもりです。負けるな中年、この気持ちは忘れないでやっていこうと思います。今日もプロテイン飲んで寝ようと思います。ジャスミン茶ラテです。いただきます。これ本当に美味しい。所長の挑戦は続きます。